ははい、えー、皆さんこんばんこば、えー、レクセンリン講師の雲野ですそれではあの本日は、えー、中上級者向けのですね無料公開講座といたしまして、えー、実力養成編の出題足、えー、まだあの第3回までしか行ってませんので、えー、全部をね皆さんやってらっしゃるわけじゃないと思うんですが全部で12回、えー、35問で1問あたり5足で2100足という。う 数になるんですが、その足の中からでどうやってね復習を効率的にやっていけばいいのかというまあちょっとその指針となるようなガイナス並びにまあ今の時期の勉強方法等についてちょっと皆さんに一つですねあの、えー、ご紹介をさせていただきたいということでこの時間をいただきましたでまだ実力制法で、ね、ちょうど受けてらっしゃるさなかだと思いますので全部がねもちろん解いていらっしゃるわけではないと思うんですがもう早くも復習方法にちょっとアップアップされてるなんて方もいらっしゃるようですからまあその参考になれば。 ということで、どうぞですね。お付き合いをいただければと。であの、実は。 パンフレットのね、これ五色でして、千二百足だって、二千百足が正しい足です。あの、二千百いわゆる三十五問かける、五足かける、十二回で、えー。計算していただくと、二千百。ですから、十二回分の実力養成編は、全部やると、二千百ものね、足を。皆さんやっていただくことになるんですけど。まあ、それをすべてですね、復習していく必要があるのか。またまた、直前三ヶ月の勉強方法までについての、ちょっと大きな青写真をね。今日描いていただくような、そういうような機会にしていただければなということで、えー、お時間を。 頂戴しているところですあの1時間、ね、という予定よりももうちょっとコンパクトに話そうと思いまして急遽45分、えーまあ、皆さん今忙しい時期でしょうからですねあの、えー、少しあのコンパクトにお話をさせていただきます。さあそれではですねまずちょっと実力養成編の2100橋の中からこれを復習せよの方の,あのレジュメの方をちょっとご覧になっていただきたいんですけれども。 さああのな今年のというか去年のですね去年の出題についての少しですね、えー、総括並びに、まあ、おさらいをまずはちょっと確認をしておきたいと思います。でもこれはもう去年決定的になったと言えるんですが実はその3年ぐらい前から同じのことをずっと私は言ってましたでまあ、それはあのここじゃ34年の話かというと正直、あのここ34年特に、まあ、ここ3年かここ3年ですね 二十六まあ二十七二十八二十九まあ二十六からまあその結構あったと言えるんですけど二十七二十八二十九がもう決定的にやはりそれまでの前の年までと違うのが非常にですね本試験の出し方ですね五足の中のまあより基礎知識とその先の知識ね、えー、というものをまあ分けてるなという印象がここ三四年ですごく強くなってきたそれはもう夏のガイダンスでも言ってたと思いますでこれはその夏のガイダンスの時のおさらいとしてですね。 夏のガイナンスのレジュメからちょっと、えー、持ってきた情報なんですがとにかくまあ組み合わせ型が9割というかもうお生後単純生後型に至っては1問2問で個数問題についても1問2問しか出てこないということでまあ、もうほぼ9割が組み合わせ型と言っていいでしょう組み合わせ型の出題傾向この34年で強く出てきているのがとにかく全足わかる必要ないんだよということで5足中のまあ足を切るために、えー、最低2足であのお まあそれが3足子、まあ、4菓子わかんないとダメな時もたまにあるっちゃあるんですけども、まあ、でもえ最低2菓子で平均すると3足の知識の確率を測っていけばあとは消去法でですね、えー、まあ 切れるんだといいいうううよよな傾向が非常に強いように強思います例えばこの29年の22問目、まあ、そういった問題昨年たくさんあったので別にこれを持ってこなくても他の問題もそういう傾向があったんですがちょっと皆さん見ていただけますかこれ、えー、懐かしいなと思いながらね見てほしいんですけど例えばその英所有の高土地を移動する旨の遺言を遺言1。 でえー、遺産分割方法の指定として C 所有のおつ土地を取得させる旨の遺言、まあ、つまり相続させる旨の遺言を遺言2のとの移動に関する次の赤から青までの記述のうち正しいものの組み合わせを選びなさい。 というよういよな問題で、まあ、仮にそれは「あ」から解くのか「えー、お」から解くのか一番短い足から解くのか人によって癖は違うものの、まあ、オーソドックスに上から解くと B は遺言1による遺贈を放棄することができるが D は相続の放棄をすることなく遺言2による財産の取得のみを放棄することはできない。さあ、ここれ軸足にしていいですすかね。えー、異像を放棄することが。 えできるが D は相続の放棄をすることなく遺言2による、えー、財産の取得のみを放棄することはできない、ねまあ、これ、実回詞にしてもいいんじゃないかなとは私は思うんですけど、ちょっと不安であるならばまあえ例えば、短,のの短めのものでちょっと「い」は長いから続いて「う」にいきましょうか「えー、う」、B は登記をしなければ公土地の所有権の取得を第三者に対抗することができないが A は登記をしなくても乙土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。 もうぶっちぎりの実家はこれじゃないですか。 うですよね。あのー、まあそれはあから読み始める人、おから読み始める人、一番短そうなねものから読み始めるもの人、いろんなタイプがいると思うんですけど、えー、一番やっぱりこうおあのぶっちぎり軸足にできるのはた多分うだと思います。でなぜかというとこれ遺贈による登記は対抗要件ですけど、えー、相続によるねあの権利変動はあ登記が対抗要件になってないなんていうのはこれ誰しもが知るところ。で相続させる旨の遺言は結局相続を原因とした登記をしますから、これ相続による権利変動 運動は対抗関係にならないというねもうそれは全体構造ぐらいの初級の本当にあの勉強をし始めて何ヶ月かで聞いたでしょうというぐらいの基礎知識なわけですから私だったら右をまず軸足にするんじゃないかなと思いますじゃあ右を軸足にしたとしてですよ右を軸足にしてこれ正しいものですから、えー 赤、赤とウを選ぶ1番か、いと、うを選ぶ3番か、もう結局これで2足に絞られるということになります。1か3なんですよ。あ、えー、うを選ぶ1か、い、うを選ぶ3か、ね。となると、あとは、あと、いだけを見ればよいということになります。でそこで そこでですねイを見ていくと、まあ、さっきア「あ」でもいいと思いますが「あ」アでももう切れちゃうと思うんですが次に「軸足う」ウを軸足にして解くんであれば「赤いいですよね「あ」アアはさっき見た通り遺贈は放棄の対象になりますが相続を原因とした相続登記をしていく「遺言丸には相続の放棄をすることなく「遺言丸○」による財産の取得のみを放棄することはできないこれも丸ですよね。らこっちは軸足にしていただいて「あ」から切って「あ」「う」か「あ」「お」かでやってもいいぐらいなんですが。 まああのこれは相続を原因とした登記をするという遺言丸二の性質さえ見抜ければ不登法の知識でもありますけどえ相続を放棄することなく遺言丸二による相続を原因とする登記で代表されるこの相続による財産取得を放棄することはできないよなでもうこれで一番が正解ということ分かるかもしれない。 もももししがダメだっったとしても、e、を見れれば、e、ででやっぱり切れるはずなんですね遺言1による遺贈が A の配偶者 E の遺留分を侵害する場合には E はその遺留分を保全するのに必要な限度で減債請求することができるあここまでは合ってるよなとね遺贈は遺留分減債請求の対象になるから遺言2による遺産分割方法の指定が C の配偶者 F の遺留分を侵害する場合にはその遺産分割方法の指定は遺留分を侵害する限度で当然に無効となる。 そんな来てなていですよねだからこの「い」からでもあこんなも嘘だ当然に無効となるなんてそんな聞いたことないぞ、ね、今まで勉強してきてな聞いたことないのは、えー、当然これがあ、ね、あの罰ということわかるですからどっちでしょう赤「い」えー、かどっちでもいいんですけど、まあ、結果として「う」を軸足にしていくことによってまず一番って答えられたはずなんですところがこの問題実はそれほど正答率高くないんですね でえー、ちょっと調べたんですが70%台ということで生徒率がぶっちぎり80%以上の、ね、A, A ランクとは言えないということで意外だったのを記憶しています。で このの問題がななぜできないのかって、ね、結局やっぱり「のう」の足をこれを鉄板の軸足という判断をすることができないことに原因があるんだろうとにかく軸足にする知識がぐらついてしまってはもう絶対に、ね、あの答えを出すことから遠ざかってしまうととにかく今年の問題はそのまずこれを軸足として解いてほしいこれを絶対鉄板の知識として知っててほしいというのは先に問題作ってでそこからそれ以外の足を持ってきた。で場合によってはそれ 例以外の足を持ってくるときには少しこう難しい問題を配置したりとかねそういったようなことをやったんじゃないかと思える節が昨年、そして一昨年また27年の問題もそう8年も9年もそういう問題が非常に多かったで、えー、29年に至ってはもう7割の民法の7割がその手の問題だったと言ってもよかったわけなんですね。ですからとにかくその軸足となる知識の確率をいかにして測るかっていうのをずっと去年から私いろんなところに行ってきたわけなんです。で生後判断が 必要な三足と知らなくても良い足これ毎年固定してるで、ある年に知らなくて良い足だった知識が翌年は正誤判断が必要な軸足知識に昇格することはほぼないんですね10年のスパン見たらあるかもしれない確かにそういうのはありますでもこの3年4年のスパンでは軸足としての知識はずっと固定されつつ続けてそしてその先のちょっと発展的な知識は入れ替わりこそすれどそれが何度か出たら軸足になっちゃうというようなまあそもそも何度も出ないので 足足の知識はは何度も出てるんだけど、残り二足は入れ替わってんでで、すね。でなると二度と出ない可能性も高くそしてそれがあったなことでは軸足知識に昇格することもないだったらもういかにねその両者を振り分けて勉強するのかが鍵だって、ね、だから昨年一発合格者皆さん口を揃えて言うのがすごく足が切りやすかった。 何ですかあの問題はっていうレックのトーレンなんかよりもレックの申しなんかよりも100倍簡単だったと100倍をちょっと言い過ぎかもしれませんがすごく簡単だったっ、ね、知らない足はいっぱいあったけど面白いように足が切れましたっていう一発合格者すごい多いんです。でにもかかわらず中上級者になればなるほどそれもねベテランになればなるほどその足が切れなかったという声が昨年ね非常に聞こえたのはもうそこにあったんだよと。 でなぜそういったことが起こっちゃうかというと結局知識を、ね、分類することができなくなってあれもこれも覚えてしまってですね自分の中で知識のホルダー分けがでできなくなくっっちゃってる。でもみんな一色たのところに、ね、保存されちゃってでどれもこれも完璧であることが難しいゆえにですよ、まあ、全部一緒にほあの頭の中に保存しても完璧に覚えとけばそれはそれでいいんでしょうけど完璧に覚えることってなかなか難しいので結局そうすると、えー、何一つ完璧ではなくですね全部同じレベルで頭に覚えてしまうとあれも ももうこれも知ってるんだけど答えられない知識の分類がもうできなくなってしまってるそういう状態があ、まあ、やっぱりベテラン受験生には非常に多いんだよとただねまあもちろん安心していただくためにというか少しそう悲観していただかないために申し上げるとそうやってねあの長くかかっちゃって知識の量だけ増やして何一つねあの しっかりと覚えきれてないとまあそういう中上級者で長くかかっちゃってる人の共通点なんですけどまあそれでも克服して合格されていけばですねそうやっていろんな知識を覚えて長くかかっちゃった人たちの方がすごくいい先生になりますそこだけは申し上げておく一発合格者がどれだけ実務で苦労するかというのはねここ有名な話なんですけどやっぱりそこはねあの、えー、イラン知識そして周辺の広い知識を身につけてしまった、えー、やたら長くかかってしまっただけあってですね実務についた後長くかっ ちゃった方は本当にいい先生になられます。 やっっぱりああのの人にとって安心感を与えるであのちょっと待ってください折り返しますっていう先生よりもやっぱ即答してくれる先生の方がですねあの依頼人の信用があるのはもちろんでして私あの長く飼っちゃったけどその後あの花開いたねそういったベテラン勢たちの教え子たちたくさんしてますだから今ちょっと自分ああもうじゃあ残念な方に入っちゃったなと思った方でもねそれはあの人生うまくできてるもんでその長く飼っちゃった方は絶対実務につら行かれてからね多分それをあの刈り取るぐらいのですね 因果応報と言いましょうか。えー、人生万事作用が馬なんで、ね、ああこのために長いこと勉強してたんだなっていうことは将来ですね、えー、実感されると思うんですけど、でもそれを受からなきゃダメだから、あのそのおね情報の分類というのをいかにしてやるかというのをお今更ながらにもう一度おしっかりと頭に叩き込んでほしい。でもってですよ。でもって二ページ。じゃあこれからあの四月まで以降うん直前三ヶ月を踏まえた大きな勉強の青写真をちょっとここで皆さんにご紹介していきます。まず。<coughs> 来たるべき直前期もちろん4月1日以降の直前期のために今考えておくためのことを3番で一つですねご紹介をしていきますまあ、その前に2番のところで時期別学習のポイントとして今ちょうど1月から3月までのこの実力要請のシーズンというのはとにかく皆さん寝ても覚めても実力要請のことばかりでいいですもうあの実力要請実力要請予習先行なのかいきなり受けて復習を1週間やるのかそれはお任せしますけどとにかく寝ても覚めても実力要請と完全 べったり並行して1週間に35問の,、ね、あの勉強の問題を解き解説を読みそしてあのそこにあたる過去問を解き必要とあればテキストを読み込みとにかく1科目じっくりできるのは最後のチャンスですから今この実力要請ともうべったりでいいでその後4月以降になりましたらいわゆる実力判定模試を受けた後ファイナル討練、ね、そして 5月中旬ゴールデンウィーク明けにファイナルトレーニング6回終わっていきますといよいよ公開もシーズン、ねえー、本当に超直前期と呼ばれるラスト1ヶ月ちょっとという時期を迎えていくということになるんですがこの大きな時期の目標を見るとまずは1月から3月までは1科目をじっくりとインプットできる最後のチャンス、ね、それが実力要請のと完全に並行して復習をしてほしい。 でその後4月以降になったらこうガラッと変えまして1日に複数科目をやりまくるというね1科目じっくり勉強しちゃいけない時期というのが4月以降になります、ね。でえー、それまでまああの知識のインプットに上を置いていた方も4月以降になりましたら普通はアウトプット中心の勉強がおすすめということになります。 でその3番のところの1に書いてありますが直前期にどのような勉強をするのかの計画を今のうちに立ていておいた方がいいその時にインプット中心かアウトプット中心か、えー、両者に共通するのは絶対に複数科目を1日に取り組まなきゃいけない4月以降は絶対複数科目を1日に取り組まなきゃいけないんですよでだから1日6科目とかやってくださいで民法だけは毎日やる。 えー、民法だけは毎日やって残りの10科目を合合に分けてある日は民法不当法民出民法えー、となんだっけ民出民法刑法憲法、うん、刑法で次の日は、えー、民法と会社法商統法教託書士と民相とかねいうふうにあの 6, 6科目6科目民法だけは毎日やって残りの10科目を合合に割ってで2日で11科目に触れてるというような。 でそういった2日で全科目にやっているような状況でインプット中心の方とアウトプット中心の方が分かれてきます。で間違っても1科目だけを1日べったりやっちゃうなんていうのは絶対に4月以降やっちゃダメなんですね。でそれを踏まえてじゃあインプット中心はあまり実はお勧めはしません。どっちか、えー、あまりこだわりがなかったらアウトプット中心がいい。やっぱりインプットっていうのは3月までにやっておくべきものっていうねあのー、実は、えー、状況が普通でして。 え4月以降は要するにテキストをじっくり読むというよりかは問題演習をしながら同じ問題を3回、4回と繰り返していくというような勉強がおすすめとということになりますでそれがなぜなのかといいますといわゆるね3月末までに実力要請のところでじっくりこのインプットをしていればですよこの実力要請と並行してじっくりテキストのテキストを読んでいればもうねテキストの内容が頭に入っているはずなんです。 で,ですから4月以降に問題演習にシフトして問題を1日60問、70問ってね、えー、あの6科目で合わせて60問、ねえー、次の日も6科目で大体60問ぐらいの形で1日ぐるぐる回していくにあたってですよ民法は毎日10問ずつとであと不当法は20問、えー、会社法、消等法は15問とかととかであ,とまあ2日で全科目触れるような形で大体1日60問、70問ぐらいの問題を、えー、この回していくことになるんですがその時にいちいちテキストに戻りません。 まなんだっけこれのところは戻ってもいいんですけどもうその3月までの間にしっかり読んでおけばねエアテキスト状態であこれはあの右上テキストの右上にあった話だよなとかあこの話は図表のテキストにあ表があったなとかいうのをう問題を解きながらテキストが頭の中で思い浮かべられるようになっていくそれが理想的だからなんです。 ですからアウトプット中心が一応おすすめですが実際に4月になった時にあれ、もしかして私そっちかなって思った方は個別相談等で、えー、まあ相談に、ねあのー、していただければお答えしますが時々人によってこの4月以降にもインプット中心の方がいい方が出てまいります。 人を選ぶの絶対にあの万人受けする方法ではなく万人受けはむしろアウトプット中心でただ人によってあのインプット中心の方があ合っているとか4月以降でもインプット中心にした方ががいいいという受験生が出てきますそういった受験生はですねあのどこが違うかとどこが違うかというとどういう人かというと。 すごくね、4月以降にアウトプット中心やってても,もうテキスト読めたってしょうがない人もうテキストが読みたいもうあの暇されあえばテキストを読みたいでアウトプットやってはいるんだけどどうもこうあの頭に、えー、あ,のあれですよテキストを読みたい気持ちから離れられないでそういうような人はやっぱりどうしても違和感を感じますから大体皆さん個別相談等で先生テキストを読めたってしょうがないんだけどっそういった時に相談があった時に私必ず「3月末までテキストちゃんと読んだ」って聞きます。 で3月末までにテキストちゃんと読みました、ね、読んだのにさらに4月以降になってもテキスト読みたいっていう人にはああじゃああなたはテキスト読んだ方がいい人だからテキスト読んだらって言いますところがね3月末までに一旦テキストちゃんと読んでいなくて4月以降にテキスト読みたくてたまらない人は正直ですね テキストを読読たたたくててまららなないい当たり前だって読んでないから3月までに3末までに読んでなくて4月以降にテキストを読めたってたまらなくなっちゃった人は正直ちょっとその年の合格は正直難しいんです <laughs> はっきり言うと「あのテキストを読めたってしょうがない」「じゃあ4月3月末までちゃんと読んだの?ね」ね読みました、ね、実力要請と並行してちゃんと読んだ。ね なのに4月に入ってからもアウトプット中心に切り替えたら違和感があって、ね、しょうがないテキストを読まなきゃいけないような焦りが出てくるてそういう人には「あじゃああなたはテキスト読んだ方がいい人だよいいってことだよじゃあテキスト取り入れてごらん」って言ってテキスト取り入れることをおすすめしますけどあのそれをおすすめできるためには必ず3月までの実力予選シーズンにちゃんとテキスト読んでるってことがね絶対必要になってくるてそうでないとあのもう正直取り返しつかなくなっちゃいますからちょっとこのお話はねぜひ覚えておいていただいて。でそういうい違和感を感をじたたりなんかしたら、えー 4月以降に実実力パワーアップ講座と、えー、15ヶ月合格コースの受講生だけに限定しておりますあの私の電話相談は全受講生に解禁しますので4月以降、えー、そこで,です、ね、全ての受講生の方の個別相談を承まりますのでぜひ、ね、この話を覚えておいていただいてちょっと違和感を感じて本当にテキストを中心に切り替えていいのか心配だったらどうぞお電話ください。 さあそれでは、ね、続いてアウトプット中心がまじゃ王道だとしてアウトプット中心であれば繰り返す問題の選別は直前3か月ですよ、えー、どっちにするのかっていうのも今のうちから決めといた方がいいねでまあ最終的に決めるのは3末でいいんですけど題材はどっちかです過去問か答ーかですねでトといえば、まあ、実力要請の問題というのが一つの候補になってくると思いますそれを3回4回とぐるぐる回すかまた過去問を回すかでそこで3ページのとこ見てほしいんです。 でね、あの直前期に過去問をぐるぐる回すという勉強方法がおすすめだと聞いたのですが本当ですかそしてその題材は過去問じゃないとダメなのですか、ねえー、直前期の卓越学者は新しい問題にチャレンジするのは答練や模試に限定し、ね、それ以外は解いたことある問題を、えー、一定数に絞り込んで何回も回す勉強方法が王道ですねそしてその題材選びとしては過去問問オンリーかか解いたことののあるトーレンの問題かに二分されますで今まで過去問を繰り返し十分に解きもういいやという空きまさにこの主観ね 私なんか1回で受かりましたけどあのー、過去問にもう4月のの段階で飽きてましたよあのもうそれまで過去問もう嫌でも嫌,嫌というほど解いたのでもう3ヶ月また過去問なんてもう無理っていうそういうだから、えー、何回目受験生であるかに関係あありません1回目受験生であっても秋が来てるんだったら、えー、変えてもいいしで5回6回目の受験生であってもまだ飽きたとは言えないんだったら過去問にした方がいい、ねでえーえー。あのー 秋が来ているのであれば過去に受けた陶連の問題を題材にするとで、えー、題材はですね要はその問題をどちらであったとしてもですね、えー、その問題をしっかり自分で理解しものにできればいいとにかくぐるぐる回す題材はもう自分で決めなきゃいけないでその自分で決める基準はもう主観なんだということですね秋が来てるか来てないか過去問に秋が来てるか来てないかって、ね、でその題材を選択するのは受験生である皆さん。 3月になっても4月以降に自分はぐるぐる回す題材として囲むがいいのかトイレの問題がいいのか、えー、あのそれが決められない受験生は厳しいこと言いますけど書いてある通り、えー、決められない受験生はその年の合格は難しいですから自分はどっちなのかということをもう主観で決めていかなきゃいけない。でそれが、えーあのー 過去問なのか当連の問題なのかというのはぜ、ね、ひ自分のうちなる行為に従って、まあ、過去問が空きが来てるかどうかというところで分けていただいていいよ。でね、ちなみに、えー、本当は当連を選ぶべき人が過去問を選択したことによってあの事故は起こりません。要するに本当は過去問ではなく当連の問題を題材にした方が良かった人が、えー、ちょっと過去問を題材に選択してしまったことによって受かるべき人が落ちちゃうことはまずない。でもちょっと反対は危ないんですね。 本当は過去問を選ぶべき人が当ーの問題を選んでしまうと事故が起こります。 だ本当は過去問を題材に,だから過去問に飽きが来るほどやってない人が背伸びして当連の問題を題材にしちゃうと事故が起こりかねないね合格するべき人ができなくなるということが起こりかねませんですから、えー、迷ったら過去問というのはね一つの、まあ、安心牌ではあるんですがでも、えー、それも含めて自分で決めるべきと、ね、で決められなかったらどうぞご相談ください、えー、実はね決められなかったら私が決めてあげるんじゃなくて23の質問を皆さんに投げかけますもうその質問ね上等の質問が用意されてるんですけどその質問に 皆さん答答答えええてててもももららうってるともう答えが出ますでそういうあの質問今ちょっと言いませんけどあのそういう質問を、ね、23投げかけますからそれに対して皆さん自分で判断して答えていくその答えによって答えが出てくる答えその私の質問に答えていくことによってああということは過去問ですねとかって自分で気づけますからそれはまた3月ぐらいになったら、ね、どうぞ決めかねてる方ご相談いただきたいんですがでそれでですよ もしじゃあトーレンの題材で、えー、直前3ヶ月、えー、ぐるぐる回そうという時に実力要請トーレンじゃないですかで実力要請トーレンは足ですよでこの2100足を完璧に、まあ、4月以降に回す、えー、もちろんそれができればいいんですけど実力要請の問題にも軸足とそうでない足をちゃんとレッグは分けて問題作ってます。 でそれがああのもう1回目から3回目まで申、ね、し受けられて多分皆さん、分かったと思うんですよどれを軸足にして答えを解くのかっっていうのをねやっぱりあの実力要請の時にもちゃんとそうやって問題を解いてほしいとなると復習の段階でもやはり軸足とそうでない知識これをですね分けて復習をしていってほしいなというのが皆さんへの1つの提案なんです。 でそこで4ページのところにあるんですけどアウトプットを当連に絞って3か月4月以降ですよ直前3か月に当連に絞って3か月ぐるぐる回そうという方にお勧めしたいのが今回まあこのガイナスをさせていただくきっかけとなった運動の時速50足の講座なんです。 でもしアウトプットを過去問に限定して、えー、それを直前3か月ぐるぐる回していこうという方におすすめなのが、まあ、直前択一過去問絞り込み講座、ね、ということになります。でこれについては今日ここでは説明しませんけれどもこの「運んの時速五十足」が皆さんちょっと誤解されてるようで誤解っていうか間違ってなんか伝わってるんだから、えー、配信日が遅すぎるとかねなんかよ皆さんからお声をいただいてなんかこの間アンケートを取らせていただいたので配信日が遅すぎるとかいまさら情報を増やしたくない、ねえー、とかなんとか そういうお声が結構こう寄せられていてあれちょっとうまく伝わってないなと。 で、司法書士の受験生って悲しいかな我々が作ったパンフレットよく読んでらっしゃらないんですよねまあ気持ちわかりますよ字が多いからねこのこのパンフレットの中に書いてあるんですけれどもちょっとまあ皆さん方なんかあまりうまく伝わってないようなのでちょっと今日その講座の何をやるのかというような話をですねちょっと簡単にさせていただこうと思いますでこの講座のね最大の特徴は実は直前3ヶ月に回す題材を提供するということなんですそれが過去問派だったらば、えー、絞り込みの方がいいと思うんですけれども当連派もう私 過去も秋が来てるだから直前3か月は「トーレン」を回す題材にしたいだけど間違った回し方をしてしまうとやはりやけどしますからじゃあトーレンを題材に直前3か月ぐるぐるやるとしてでそのトーレンを題材としながらその軸足にねやはり重点を置くような回し方そして先ほど言いました「絶対に知っとかなきゃいけない問題」と「そうで」ではないそうではない問題とちゃんと直前3か月も差別化しながらね勉強したいという方に軸足を 750足に厳選しましまてそれを実はちょっと今日お渡ししたこれ見てくださいこれ、これですねなんでこれ、四角がこの B5 の中にさらにこう四角になっているかというと実はこれ、合格ゾーンサイズの問題集として皆さんに編集し直したものを差し上げますで実力要請編の2100足の中で全部私が解いて私が解いて750足を私がピックアップしました。それは復習度 A と必ずししも一致しません 復習度が、えー、まあ、A. の中にも軸足とするべき知識とそうでない知識が実は分かれるんです。A. というのは、特にですね、レックの、復習度 A. っていうのは。あれ、出題実績があれば、ほぼ A. なんですね。 であの出題実績の多さなどを基準に A か B か C かというのをつけているのであって出題実績があったってそもそも出題実績の中に軸足とそうでない足がもともとあるんですから実は復習度 A って書いてあるものが軸足にするべき足かというとその中で、まあ、特に A、や、まあ、一部 B もありましたけど B の中で私が厳選した750足を次のページ見てみてください。あのあ次のページ見てくださいというかあの ね、ポケタクと同じような形で、えー、右側に解、えー、答で左側に足、ね、をあの一問一答で並び替えておりますでこれ、えー、ちょっと見ていただくと 18J1 の1の「い」と、e、いうのは2018年向け実力要請ね J は実力要請の JF がファイナルの F なので J1 の1問目の「足のい、e」この問題でもう右側に解説です。 で右側に解説という形でもうポケタク状態で、えーあのー、配置しましたでこれ編集して今、エイ絶賛作成中ですですからあの実力要請の冊子をやるというかそれよりもまずこの750足をとにかくです、ね、しっかりと潰していってしまいたいでこれについて時速50足だから1時間で50足ずつ解説します。 1>, 1時間で50足タイムスケジュールは60分で60分60分で3時間なんですけど一応1時間かける3だから1回の講義で150足解説するということです。150足解説して5回で750足です。でもあのこの解説講義はもうとにかく軸足たるゆえんねもうキーワードこの問題キーワードここだよとか。 まあ時速50足ですから1分強しか解説1つの足にできないので本当にこの問題はここがねあの肝だったんだとかこのキーワードがこの足のですね一番重要なところだったんだとかいうような本当にこうもう活を入れるような。 講義になってしまうかと思うんですけれどもとにかくこの750足をとにかく頭に叩き入れてほしいこれをまず例えば4月の頭の段階で例えばやっていただいてその後にですよ自分の持っている実力養成冊子を使って回し始めるんですよ。 それはおすすすめです750足についてまず解説込み込みで頭に叩き込んでですよでこの一問一答問題集をしっかりやり切ってでその後に4月の第1週間ぐらいをこれに重点的に当てたとしてで例えば4月の第2週ぐらいから実際に自分が持っている実力要請の問題冊子でぐるぐる回し始めるそうするとまず軸足の750足について一度頭に入れてますからその後に4月の第2週以降にです、ね、自分の持っている問題冊子 で実力要請をぐるぐる回し始めたとしてもおのずと差別化がつきますあのあこれ直足7五十足乗ってた足だなあこれ乗ってなかった足だなということ差別化しながら次に四月以降に回す時にも問題が解けるんです先ほど言った情報の差別化ねあれもこれも知ってるだけど何一つ正しいかどうかはっきり言えないあこれも知ってるでもわかんないこれも見たことあるでもこれもわかんないというようなことを 実は防ぐことができるとにかく情報をもう色をつけてこう差別化していきたいそれによってもう本試験で軸足として決めた足そこをしっかりぶれずに軸足決めてあとは2足3足だけ見て、ね。 えーまあトータルで3足見てでも答えを出していくでも本試験の時に実際本試験委員はもうそういった消去法を使うのを織り込み済みで問題作ってますからもうだったら私たちもそういう目線でもって勉強していかなきゃいけないんですね。そこのところをですねあの,ぜひあのちょっと皆さんにご提案したいなと今まで私は過去問をベースにして直前3か月ぐるぐる回す題材として過去問の、まあ、直前択一過去問絞り込み講座、ね、もうこれはもう10年ほどやってるんですけども相当あの年季が入ってきましたが えー、このパブフレットでいうと30ページのところに、ね、載っているんですが直前択一過去問絞り込み講座ではもともと過去問を、えー、ベースに直前3か月ぐるぐる回そうという方のために過去問を編集した問題集ね これだけ過去問回しゃいいっていう編集した問題集を作りましてでそれを皆さんに直前期に差し上げてとにかく合格ゾーンじゃなくてこの絞り込み問題集をぐるぐる回せばいいというような勉強を、まあ、あご提案して一定数の、まあ、皆さん合格者、えー、出してきておりますで非常に合格者の方にあのよく利用していただいているので嬉しい限りでですね、まあ、直前、えー、卓越学問絞り込み講座はもう今年で10年目とかを迎えるんじゃないかなと思うんですが、えー、ですが やっぱり東連派と過去問派がいるのに過去問派だけのところにね提案する講座だけ作れて東連派の人にはちょっと提案ができていなかったのをちょっとずっとななななんんかかかた思思いいででととってたんですよそれを今回ね一挙にじゃあこの「聖戦東連」の実力予選編の中の「これは」という軸足知識だけを抜いた足別問題集を作りつつそれで全部の足を解説してそこでまず軸足の知識を完璧にしてもらってそこでまず軸足の知識を完璧にしてもらって。 その後自分が持っている実力要請の問題集を4月以降ぐるぐる回してもらう、ね、そういったような勉強を提案していこうということで今回この講座を担当したということになります。ですから配信日が遅いという、ね、ご,あのご指摘をたくさんいただいてるんですけど遅いいのしょうがないんでもともと4月以降にやってほしい提案としてこの講座を、ね、予定しているというのとあと実力要請の全12回の問題をまず1回解いていただかないとこれネタバレになっちゃうから提供できないんです。だから教材配送日が3月2 じゃあ8日ってことで「押せよ!」とかっていう話はねめっこ結構皆さんから寄せられているんですけどあと「この時期に問題増やしたくない」とかねいうご指摘問題がちょっとまとえてないと思うんであ皆さんにうまく伝わってないなということでねちょっと言い訳させていただきたいんですがだから新しい知識を皆さんに提案するんじゃなくてその。 過去問をぐるぐる回すかトーレンをぐるぐる回すかそのどっちかなのかなってことを皆さん自分の主観で見抜いていただいてで自分はトーレンだなと思った時にじゃあいきなりトーレンの問題を回し始めちゃうと全部べったりになっちゃうから、ね、いわゆるどれが重要な足でどれがその先の足なのかで一番やっちゃいけないのは後でねトーレンの勉強の時に間違えた問題足だけやるとかいうねあれもダメなんですよ。間違えた足だけやるとどううなっちゃうか えー、トーレンで合ってた足っていうのはいわゆる軸足にするような基礎知識ですよで間違った足知らない足っていうのはその先の知識なんですよで、それをですね、えー、間違った足だけ復習したらどうなります合ってた、えー、足それは今今の皆さんも聞いてくださいね今実力要請やってる皆さんもぜひ肝に銘じてってほしいんですけど今実力要請解きながら間違った足しか復習してませんか間違った足だけ復習するとそれはあの自分が合ってた足というのは、えー 正解できたってことといこは基礎知識だと思います年内にずっと基礎知識を中心にやってたはずでそしてこの生前討練で正解できたというのは基礎知識だから基礎知識について復習をせず間違った発展的な知識について復習をしちゃうとその今まで年内せっかく差別化してたのがあの間違った足をここでしっかり習得しようとして。 合ってた基礎知識を復習しなくなってしまうとそのね情報の重要度が並んでしまいますだ間違ってた足についてはここで復習したから手こ入れされて非常にねあの昇格するんですよねでも合ってた基礎知識については復習しなかったもんですから後退しますそと同じレベルになってしまってでそうするとせっかくね基礎知識を差別化して年内勉強してたはずなのにそれが同レベルになってしまうで悲しいかなその同レベルになったのは時間の経過とともに記憶が薄らいでいけばどんどん後退していきますからその <laughs> どっちもどっちになっちゃうどっちもどっちにつまりあのししっっかりと正判断ができなくなくてしまうえだから絶対にあのやってほしくないのは間違った足だけ復習すること今の実力要請は合ってた足についてもう一回復習してくださいい合ってててた足についてもう1回復習してでそれで、えー、基礎知識についててこい入れしてねこう固めてあげて年内やってた基礎知識をまた今正解してても もう一度復習するだから回答の時にもう一度解くでその上で間違った足について初めて仕入れる、ね、でそこで情報を差別化されますからでそれと同じように4月以降「トーをベースにするんであっても間違っ あ違う違うだからあの基礎知識についてはさらに強固にしてそして、えー、発展知識については少し差をつけて頭に入れるようにしていくでそのためにこの重要足臭750というのがねお役に立つんじゃないかなと思って今 <laughs> あの自信を持って皆さんに提案をしたいというところです。さあそれではねあの、えー、ご質問いただいたんですけどもじゃあこの最悪750足だけで受かりますかというご質問です。 で750足だからこうこ要するに実力要請の問題をぐるぐる回すっていう選択をしてでなおかつこの講座を取ってこの750足問題集をもらってじゃ直前3か月に750足だけ回したら受かりますか うんとね、それはあの三ページのレジュメの方、ちょっとこのもう一度のもう一応元の戻っていただきたいんですが、三ページのレジュメの方に、キュエスチョンにとして過去問にせよ当連にせよどれぐらいの問題数を回すのですか？問題数は多いほどいいのですか？というご質問を挙げておきましょう。これもよく来る相談です。ね、一千問の問題を一回し,しか回答解かないことよりも三百問の問題を三回繰り返しても合格しやすいことは明白だね。これはもうあの中学受験予備校、小学校の受験予備校はさすがに言わないかもし。 しませんが中学受験予備校の予備備校校の教師も言ってることですよで,ですからこれはもう明白だと思うで具体的には過去問なの多くて10年分の問題が相当だけども過去には過去5年分の問題相当のみを回して合格した方もいらっしゃいます。でえー、言わんとしていることは750足っていうのは150問ですよね。 150問っていうのは正直2年分教ってことになっちゃうので正直その150問のに相当する750足だけを完全にやり込んで受かるのかと言われると正直ちょっとそれはあの心もとない気もするんですけど一応エッセンスだけ申し上げると、えー、あ例えばだから本当に勉強が追いついてない方、えー、例えばあ、あのー、いろいろな事情で、えー、インプット講座が5月までずれ込んじゃったっ、ね。 で直前期というのは自分にとっては5月中旬から1ヶ月半ぐらいしかぐるぐる回すことができないとかいうような、まあ、そういう方いらっしゃいます元もともと遅く受講開始されて全てのインプットが終わったのは5月中旬までいっちゃいましたとでそこからあの普通は3ヶ月間直前期なのに自分は1ヶ月半しか直前期と呼べる時期がない、ね、そんな時に10年分の問題ぐるぐる回すなんて無理ですよ。 そういったときに、えー、本当にもう、えー、祈るような気持ちでねこの750足の問題集を、えー、完璧にこなしていくというのであれば私はななないいい話じゃと思いますですから万人受けはしないし初めからすおすすめするなんてことは絶対しませんけど本当にそういう切羽詰まった方がいらっしゃったら提案としてはありなのかなと。でえー、正直あの私がもしでですよ今受験生で そういうい状況私がもし受験生で例えばちょっと自分がインプットが4月5月までかかっちゃってでぐるぐる回す直前期と呼べる時期が3ヶ月フルになかったでもどうしても受かりたいとうんだったら私だったらこの750足で合格する自信はありますまあ私だったらって言い方変だけどあのというのもこれね1足について5個の情報を思い浮かべばいいんでしょ1足を勉強するたびごとに関連する5個の足を思い浮かべればいいだけの話じゃないですか。 だ要するにこれ一足について関連する五足のですね五個分の関連知識なんてあっという間に思い浮かべられますよちょっと見ていきましょうかあの例の冊子のですね制限行為能力者でこの ですか未成年者が法廷代理人の同意を得ないで自己所有の不動産を売却した場合において売買契約の相手方が法廷代理人に対し1ヶ月以下の期間を定めて当該売買契約を追認するかどうかを確定すべき旨の再告をしたにもかかわらず当該法廷代理人がその期間内に書くと発しなかった時は未成年者は当該契約を取り消すことができないことぜまるですよね。 だってこれえいくらでもあるでしょ未成年者自身がえじゃあこれを債国を受領することができますかとか、ね じゃあ未成年者は催告受領能力なかったな催告受領能力ないのはもう一人成年被告にも受領能力なかったなとかじゃあ成年、えー、非後見人の時はどうだったっけ成年被告にもやっぱり法廷代理人しか受領能力、ね、なかったなとかでやっぱり成年、えー、後見人に対して同様の催告をしたのにうんともすんとも言わないとやっぱり追認みなしと、えー、なっちゃったよな、ね、これで2つでしょであと、えー、もう一つは例えば、えー、非補佐人非補助人が、えー、非補佐人非補助人である間に催告を受け取った時はどうでした これ1か月以内にうんともすんとも言わなかった場合には、えー、取り消ししたものとみなすという、ね、金論点、これででつ目でしょ。それからあとはあの、えー、未成年者や青年、えー、非後見人や補佐人、補助人誰でもいいんですけどこれらすべて、えー、制限行為能力者が能力者になった後に催告を受け取った場合にはどうだったかな、ねえー、それから未成年後見人、えー、監督人がいた場合にはどうだったかなとか。 これ一つの足でいわゆる催告についての図表をパーッと思い出してですね、あ自分でこうメモしてもいいし、えー、頭の中で反芻するだけでもいい足足を5足分にすす。ればいいんですそうすればこれ2年分の問題にしか相当しませんけど1足ごとに 5, 5倍にすればあの10年分でしょ極端な話。 でそうやって、えーあのー、この750という厳選した足で一応論点落ちはないようにしてます意思表示だか思想宣告だかねいろいろ論点落ちは一般的にないように配慮して作りますのでそれを使うことによって関連する論点を思い浮かべていけば実際に解いていく問題は少なくても実はカバー範囲としてはねカバーできるということも考えられますので私これだけやって受かっちゃいましたという人出てくるんじゃないかと思ってます。まあ、正直あの人を選ぶ勉強方法ではあると思いますよでも本当 本当に時間がないんだまたあ,あと働いてらっしゃって、えー、時間がそもそも取れないんだっていうような方ねそういったような方で本当にミニマムな問題で、えー、なんとかなりませんかっていう提案が欲しいという方がいらっしゃったら、えー、自信持ってですね提案をしていきたいなと思うところですので、まあ、あの皆さん例えば専業受験生でいらっしゃる方にあえて進めるいうことはしませんよ専業受験生だったらベタに過去問を10年分とか当連の問題をベースにするとかねしていただいた方がいいと思うんですけれども。あの、えー 受験生を選ぶとは思いますけれども正直これだけやって受かっちゃうという人が出てきてもおかしくはないかなというふうには思っていますそれだけ自信を持って選んでいきます全部の足を図面を私が全部見てあのピックアップいたしますのでそこのピックアップについてはですねどうぞあの楽しみにしておいていただきたいとで最後に4ページのところなんですけれどもじゃあねこういったお話をすると絶対来る質問がこれです。 あの四ページのところ、クエスチョン三、マウス題材を最小限に絞り込めたとして。その問題に端を発する関連論点の連想が、えー、うまくいかなければ、結局論点漏れを起こしてしまいませんか。また、過去問十年分の問題に絞ったとして、平成二十四年の刑法の放課の出題のように。十年以上密出題の論点が出題されたこと、場合に対応できないのではないですか。こ <laughs> ういうね、こういうご質問をくるんですよ。関連論点の連想うまくいかなかったら、どうするんですか。じゃあ、あ過去問十年分でいいって言って、十年分に絞ったら、十五年サイクルぐらいの問題が出たら。 どううううしててくれるんですかっていうねそういねうそご質問なんですけどこれは絶対ファイナルトーレンや公開模試で,で出しますからそこでファイナルトーレン公開模試で絶対拾い上げられるようになってるんですね。でまた関連論点の連想がうまくいかないのであればできる限りやればいいんです関連論点の連想がうまくいかないって、ね、嘆く前にテキスト横に置きながらこの750足問題集やっても構いませんから関連論点が連想できなかったら見ちゃえばいいんですよ。 えー、ですのでそんなあんま深刻に考えずに、えー、絞り込むということに対する罪悪感を絶対捨ててください。あの絞り込むってラッキー750をしだけやればいいんだラッキーぐらいに思った方が本当にあの、えー、そういう、ね、あの本当に750にしちゃっていいんだろうかとかいう、えー、10年分にしちゃっていいんだろうかと、えー、悩むよりもとにかくこう絞った問題をいかに確実にやっていくか、ねえー、それをです、ね、ぜひあの理解していただければと。 出てるんですけど、この間ネモさんが私の方か電話してきて、う野さん、う野先生、あの今年の合格体験談読んだ。あれめちゃめちゃキモいあの体験談があったんだけど、あの見たってこの間ネモさんからあの電話かかってきて、まあ別の電話だったんで、それだけのために電話してきたないんですけど、言われて佐々木先生にも言われたんですけど、あの私のあの去年の合格者の合格体験談の中にう野先生の声っていうね体験談があるんですよ。でちょっとねあれぜひ読んでみてください。いやあのちょっと私も身震いしたんですね。あの合格体験談を読んで身震いするのなかなかない体験。 ちょっと大丈夫か?」っていうねあの受講生の体験談で、まあ、それはそれで話としては面白いんですけどあ要するにあの受験生の時に毎日毎日夜宇野先生と夜対話をしてたとでい,いつもあの今日はこんな勉強しましたこんな勉強しましたって夜対話してると宇野先生が「そうか頑張ったね」とかって言ってくる最初は一方通行だけど1か月ぐらいすると先生の声が聞こえてくるようになったっ、ね、でもう会話として成立するようになったって書いてあるでそれをずっとあの勉強中やってたから試験当日にあの実は声が聞こえたってね「とか 「2」とか私があの耳元で叫んであの教えてくれたって私幽体離脱でもしてたのかなと思うんですがあのそういうねちょっとあの「どこ行ってたんだ私は」ってあの試験中にでしょその <laughs> 受講生男性の方なんです、ね、男性の方が受験中に「3だよ2だよ」とかって宇野、うん、先生の声が聞こえた、ね、今までずっと寝る前に対話してたからもう慣れたもんなんで聞こえたんだろうっていやちょっとそれは大丈夫かなと思ったでまあ,その,、ね、そ,のあのその方の体験談があまりに怖すぎてちょっと公私感の噂になってるんですけど、まあ、そ,れそ,のその方のどうこうってうんじゃなくて。 その中に書いてあるんですあの、えー、とにかく軸足をどれにするかって声も聞こえてきた他の足に行こうと思った時「いや待てよ」と、ね、周り100人が、えー「丸だと言っても自分がツだと絶対に言い切れる足を軸にしろよっていう宇野先生の声が聞こえてきましただから軸はどれだ軸はどれだと、ね、いう,ようなことをねあの本試験中に肝に銘じながら問題解いたら面白いように足が解けた。 で結局消去法を使ってすごい成績でね受かられたという方の体験談ぜひねちょっと皆さん見てみてください。あのその面白さ半分あとためになるお話半分でね。えー、ですのでまあそういったあの過去の合格者の声もね私をまあある意味後押ししてくれるのでまあ自信を持って皆さんにアドバイスできます。で最後にあの一つ四月以降になりましたら全受験生対応でいわゆる電話相談のおね設定をさせていただくのを毎年やっております。でそれまだ今ご紹介は具体的にできない。 ですけれども、えー、あの実践力の受講生、15ヶ月の受講生でない方にもね、あの個別相談の電話相談をお受けたまわりますので、先ほど言ったようなお悩みがあればですね、ぜひ、えー、あの個別に相談していただいて、も私はあの、えー、アナログ人間なんで、もう1対1でね皆さんと向き合って提案をしていこうと思っておりますので、まあどうぞ遠慮なくね使っていただければと思います。それではじゃ今日はあのおこのまあ自足ご自愛のねところのご紹介がメインで、あとは4月以降の青写真ということで、えー、お話をさせていただきましたので。 で、まあその話よりも個別相談したいという方が多いんじゃないかと思うので、えそれではじゃあの渋谷駅前本校にねいらっしゃる方のみで恐縮なんですが、この後はまあ個別で皆さんのご相談を受けたまりたいと思います。それではじゃあ本日のお話は以上で終了させていただきます。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。<laughs>